はい、皆さんこんにちは、パーラです。今回珍しくちょっと新月と満月のお話をしようかなと思います。今ちょうど7月の星メッセを撮影してたところなんですけども、いつもこの新月と満月をどこまで話すかっていうのは私の中でちょっと迷うところでして、というのは全体的に今回の新月はこういう流れだねっていうのがある中で、各星座に当てはめてみると各星座はこう出るかなっていう予測を、まあ、私なりにお話ししてるんですけども、中にはこの全体の本を聞く方が活かしやすいっていう方もいらっしゃるだろうなと思ったんです。でこれはよく私料理に例えると分かりやすいと思うんですけども、今月は例えばじゃがいもと人参と質のいい玉ねぎが揃っていますってなった時に、それをどう料理するかって本当人それぞれどうぞ好きにっていう感じなんですけど、おひつじ座さんの場合はちょっと今回刺激が強い方が活かしやすいから、辛めのカレーにつったらどうですかとか、例えばおうし座さんの場合はちょっと家庭的な味の方がいいかもしれないから肉じゃがどうですかみたいな、まあ、そういうこの素材を生かしてどう味付けを変えるかっていうのが、なんか各星座に合わせて喋ってるなっていう感じなんですね、私の中で。ただ中にはさっき言ったようにじゃがいもと人参と玉ねぎ揃ってるんだったら自分はこんな風に料理しますっていう方だっていらっしゃると思うので、まあ、ちょっとそういう意味を踏まえてこの7月の新月満月話そうかなと思いました。はい、で7月と言いながらちょっと6月29日からお話するんですけれど、というのはこの新月っていうのは新月から次の新月までっていうのが一つの宇宙のサイクルなんですね。私たち1ヶ月1日から30日とか31日までって思いがちなんですけど、でも新月から新月までの方がこう自然のリズムに合っているので、私たちの感情とか、まあ、体の不具合というか調子っていうのもそこに沿って生活する方がちょっと何かうまくいきやすいっていうのがあるんですね。そしてその新月って毎月毎月、まあ例えば5月だったら2回新月があったりするんですけど、その毎月毎月来る新月っていうのは基本的には新しいエネルギーを増幅させていくタイミングとしていいって言われてるんですね。でそれがどういう種類にいいかっていうのがその年のその月によって微妙に変わっていくんです。全く同じってことはないんですね。でそれでいくとこの6月29日の新月っていうのは、まあ、蟹座で起こる新月なので、まあ、一般的には家の中のこととかこう感情的なこととか生活のリズムとか普段自分が忘れているような日常生活の癖とか、まあ、そういったことが強調されるんですが、まあ、強調されるというかそのことに沿ったことを意図するとそれがうまく膨らみやすいし変更もしていきやすいねっていうことなんですね。でその蟹座っていうのだけで言うと毎年、まあ、この時期はいつも蟹座で起こるってことになるんですけれども、今回の6月29日は実は占星術では9ハウスっていうところで起こってまして、ましてやこう MC っていう天井に近いところであるので非常に皆さんの意識が上がっていく、こうちょっと向上心が芽生えるとか、もっとこう今までと違うフィールドを超えて何か専門性を見出していこうとか、もうちょっとこうしていきたいっていうようなちょっとこう意識が斜め上に上がっていくような感覚なんですね。ですので今の生活の中で自分がどういうふうに意識を持っていきたいかということをちょっと意識していただくと、とてもそれはこの1ヶ月7月29日までの間に膨らみやすく叶いやすくなるということです。まあこれは1ヶ月以内で叶わなくてもまた次のタイミング、ここの流れに乗せておけば忘れた頃にそれはそうなっている可能性が高いってこともあります。で特にその9ハウスっていうところに今回は金星も水星も入っているので、何か勉強することが楽しいとかこれを極めていきたいっていうような好奇心が強くなったり、また自分の考えっていうものを自分だけに留めておかず自分の手の離れたところに飛ばしていくみたいな感覚もあるので、ちょっとこう本当に今までと行動範囲を変えて何かをしてみるとか違うところ遠い人とつないでみるっていうのもとてもいい時なんですね。でそれがまたね土星というね、しっかりと着実にこなしていきましょうっていう星と結構いい角度でつながっていたりするので、この時期6月29日以降に決めた自分の向上心とか何か勉強していきたいこととかこうなっていきたいなって思うことっていうのはなんか少しずつゆっくりと着実にやっていけるんじゃないかなっていう感じがしました。で、まあ、特にそれが
その MC の近くで起こってるっていうのが自分の環境社会に影響してきますので、まあ、ゆくゆくそれは自分の特技として社会に生かしやすい、仕事に生かしやすいっていうこともあり得ると思います。じゃあその次、7月14日の満月なんですけども、この満月っていうのは、ヤギ座で起こる満月です。でこれもまたヤギ座で起こる満月、まあ、定期的に来るんですけど、その中でも今回はっていうことで特徴があるんですね。でこれはちょうどこの時、冥王星というすごく深い意識の深い見えない星と惑星と近く同じ方向で月が位置するので、これは何か皆さんの意識の中で神髄に影響するような満月になるんじゃないかと思うんですね。満月自体は非常にこう引っ張られるようなエネルギーで、ちょっとざわざわしたりとか感情の起伏が激しくなったりとかしやすいんですけれども、同時に何かを引き離していくとか手放していくこともできますし、または引き寄せることもできるということで、まあ、よくおまじないなんかもですね、この満月の時にやるといいよっていうおまじないもあるかと思います。でいつも思うんですけど、私こう無理やり引き寄せるっていうふうにしなくても、自分が何かを手放せば自然と入ってくるっていう感じもするので、どちらかというと私は満月の時は手放す方に意識を向けたりしますね。で特に今回のこの満月っていうのは、こう7ハウスというパートナーシップ、人間関係のところにあるということと、あと冥王星という深い意識とつながっているということで、何かそのまるで自分の愛着に関連したこと、例えば人に対しての意識の持ち方とか、どういう関わり方をしたいっていうふうに自分が信じ込んでいる深い神髄に何かこうアクセスして、何かのパターンに気づき、それを手放していけるんじゃないかっていう感じがしたんです。で同時にこの時ってとてもたくさんの惑星の応援がありまして、これたくさんアスペクトを組んでるっていうことなんですけど、こう、まあ、海王星だったりとか、まあ、天王星だったりとか、まあ、ノードも含めすごくいろんな角度からいろんな惑星の応援が来ていて、ちょっと若干そのことを思い出したりとか、こう自分の何かを手放すのちょっとしんどいなと思ったとしても、すごいサポートがあるよっていう感じがするんですね。これってなんかまるでこう骨の手術をするみたいな感じで、手術するって結構大変ですけども、なんか痛み止めを打って手術をして、ちゃんとその後縫い合わせて、その後リハビリをして、そしてきちんと過ごしていけるようになるみたいなこと、まあ、そんなことがこの7月14日に実は見えない意識レベルの奥深いところで起こりやすい時なので、ちょっとそういったことを意識してると、自分の深い癖に気づいて何かを手放せるんじゃないかなと思ったんですね。でこのさっき言ったたくさんの惑星がサポートしてくれてるっていうのは、その時に手放せるような環境があったりとか、またはいろんな出来事の積み重ねで、今どうしてこの時これが起こったんだろうとか、なんでこの時にこんな風になったんだろうということを通して自分の意識は進化していくということです。だから結構この7月14日私楽しみにしてるんですよね。はい、そしてその次です、7月29日またこれ新月なんですけども、この新月ってこの金星というね、価値とか豊かさとか美しさとか愛情とかっていうものが、まさしくアセンダントというその自分の体とかそういうところにひっついてまして、こう自分自身に価値を置けるようになるよみたいな、そんな感じがしたんですね。でさらにこう獅子座で起こる新月なので、こう自分を華やかに見せるとか、自分を出していく、自分自身をそのまま表現していいんだよみたいな流れが起きそうだなと思ったんです。ですからこれはまたね、7月29日以降にそうなる可能性があるので、7月29日からこれが夜中の2時55分なので、まあ翌朝すぐとかでもいいですし、何か自分にとっての願い事を書いてみるとか、意図するこうしたったらいいなということをそこで意図していただくとそうなりやすい。でそれが特に、まあ、この7月29日っていうのは自分自身がもっと輝くとか、もっと自分らしくあれるっていうことに関して意図するといいんじゃないかなって思ったんですね。まさしく夢の中っていうか、まあ、ちょうど海王星はちょっと逆行していますが、 MC というところにひっついていて、さらにノードとトラインっていういい角度を持ってるんですね。でこのノードっていうのは過去性の癖だったりとか、自分の古い記憶の中にあるものだったりするので、まあ、そことまた金星っていうのもね、いい角度でつながっているので、何か昔の
純粋な思いとか、自分がもともと持って生まれている持って生まれた持ち合わせている感性とか、そういったものを自分で認めてそれを表現していけるようになるとかですね、まあ、そういう面白いのがあるんですが、もう一つ占星術的に言うとグランドクロスっていう結構厳しめの星の配置もありまして、特にこのグランドクロスっていうのが不動星座で起こるグランドクロスということで、なかなか動きにくい、でも動かしますかみたいな時なんですね。だからおそらく無理だろうなと思っていたこととか、ちょっと難題だなって思っていたことに対してちょっと動きが出てくる。でちょうどこの時火星と天王星っていうのもひっついていて、すごくじわじわとそこの方からこう動かしていくエネルギーがあるんですね。大牛座なので粘り強く動かしていくっていうのがあるので、なんかそれが面白い感じで自分揺さぶってくれるなっていう感じでしょうか。表面的なものをきれいにするっていうよりは、何かこうなりたいなっていう、こう未来へのビジョンに対して、また別にそんな壮大な夢とかじゃなくても、こうしたいんだっていう自分の純粋な思いに対してこう地面を揺らしてくるっていうかね、揺さぶってくる、じわじわ揺さぶってきて、こう少し事態を動かしてくれるみたいな感じがありますね。でもとってもこのね、7月29日の新月っていうのも、まあ、木星と木星という発展繁栄といい角度でつながっていますし、まあ、意識を広げていくにはいいタイミングだなって思ったんです。でこうやって見てみるとつながってますよね。6月29日に自分の専門性とかこうしていきたいなみたいなのが見えてきて、そして7月14日の満月っていうのは自分の奥にあったその癖っていうものに気づいて何かを手放していく、そして7月29日に自分の個性というものを出していくみたいな流れになっていくということです。まあもっともっと詳しく言えばいろいろチェックポイントというかね、それはあると思うんですけど、まあ大まかにはこんな感じですね。でこの話を各星座で全部喋りますかっていうと、多分かなり端折ってしまうと思ったので、ちょっと別動画にしました。また何か感想とかコメントがあったら寄せていただけると嬉しいです。ではまた星メッセの続きをご覧いただけると嬉しいです。ありがとうございました。失礼します。